まあ福島の原発ばっかりに目がいってます。まあ、行ってるうちはいいんですよね。行ってない人もいるからね。うん、うんでもの、今度、福島ばかりが原発ではないぞという仙台原発についてはですね、はい、なんか規制委員会が、あのいわゆるまあ合格でありますよということで、 原発新規、新規制基準においても、はい、まあ、あの、合格ではないだろうかという、九州電力のあの、仙台原発、はい、そうですね。 対、向かっての、その基準みたいなものをかなりこう変えました。それでハードルも高くなって、うんうん、その基準を満たさないと再稼働できませんよってところで審査をみんながこう、お願いしますっていろんな原発が審査をしてくださいっていうふうに言ってたんですけど、うんはい、そんな中で、えー、OK という、初の OK が出るというのが、この仙台原発ということ。うん、そういうことですね。ただこの っていうのは、うん、そのいろんな基準を満たしてクリア、えー、再稼働に向けてクリアしましたよという基準が満たされたオッケーであって、うん、再稼働にオッケーが出たわけではないんですね。地元の人のうんと賛成とか、うん、まだこの後も少しそういったものをクリアしていかないと、うん、実際の再稼働にはまあ 行きかないいよととうこそのクリアーの仕方がやっぱりいろいろ問題だと思うんですけどもね、日本一危険な原発というような言い方をする人もおりまして、この仙台でまだまださまざまな課題をこう積み残したまんま、再稼働ありきみたいな形で動いていくんじゃないだろうかとか、はい、そういうこともやっぱり考えられてあの、まあ、地震対策、津波対策というもちろんそうですが、このあたりをまた火山対策というのもねそうなんですよね。 火山なんかもそばにあったりというようなこともあり、うんはい、そういう想定のもとにいろんなことをこうやんなきゃいけない、しいざことが起こった時の周辺住民の避難計画というのも、どうやら、えー、この鹿児島県伊藤知事というね、伊藤知事,知事さんは、なんか割とぼんやりしたというか、曖昧なというかね、ここそういう形でなんか。しっかり その辺のところの設定は今のところなされてないというふうに皆さんは捉えてるみたいですけどだから、そこをきっちりしないで再稼働 OK っていうのを出してもいいものなんですかね、はいあのまあ、福島の例がありますからより具体的なやっぱり、ね、対策が必要だと思うんですよ。ええ、例えばあの仙台原発が福島へのななことになって うん、どうするのかっていうのは、今の福島見てたら、じゃあ、うちはこうやりますよと、はいはい、そうなる前にこうしてああして、こうしてああしますっていうのは、より計画が立てやすいと思うんですけども、そこんところはぼんやりしたまんま、再稼働ありきということですね普通,普通のね、建物、うんうん、いわゆる公共的なビルとか、うん、そういうのを建てるときに、うん、そあの避難経路、よくほら、非常口でマークとありますけど、うん、ああいう避難経路とかの設計 でで多分その建設の的な法律的なところでもちゃんとやらないとダメでしょきっと原発はそれはなくてそういうようなこともあってですねいろいろ心配な向きがあってまあ仙台原発これ鹿児島の方ですけども、はい、え再稼働に向けて今動き出そうとしてますけれども。はい さっきも言いました、福島の方はどうだと言いますと、大沢さんからいただいておりますけれども、福島第一原発20キロ離れた稲穂に放射性物質がなんか飛散していたという、でそれはまあ公開もしていなかったらしいと、身の終わり琵琶湖要塞さんからいただいていますけれども、えー、福島原発のがれき撤去による放射性物質が南相馬の米に到達していた問題ですが、やはり、がれきも影響があるということでしょうかね。また 鼻血の問題もやはり放射性物質のダメージで症状が出ることもあるということを学会に発表したお医者さんもおられるということですさん、やっぱり福島以外でもホットスポットが各地で形成されていますよ油断できませんよということですね、はい、なんか収まってそうなだんだんいいのかなと思うと細かいとこ見るといや何にも収まってないじゃんということですよね、うんうん、でねこれだいぶ前にいただいたね、えー、地でほら チンコ伊テさんからいただいてますが、えー、だいぶ前です。一昨日、だいぶ前の一昨日で一昨日、友人と原発の汚染水についてこんな話となりましたと。うん、むき出しの核燃料が、えー、核の容器なりに収めることができない以上、何の解決にもならない。以前、汚染水の濃度を下げて海に流すという発言があったので、最終的に海に捨てるという行為をするに決まっている。それも、 過失に見せかけた故意で、あたかも犯人不明という格好で、排出するので、見取ってみいと、友人が言ったらしいんです。<laughs> そして、えー、翌日の昨日早くも言った通りになりました、汚染水が処理の原料ということ原料を少なくする、汚染水処理の原料ということで、汚染のない地下水を海に流すと言っておりますが、排出を始めて少々時が経った頃に、必ず汚染水が原因不明で混入したとなりま,したからなりますから、見とってくださいそういう姿勢、えー、もう確信犯的にそうやるだろうと、友人は言ってるらしい。 われわれは報道で、原発処理の現状を知るしかないので、現場の本当の状況はわからないんですが、一つ言えるのは、安倍さんが言ったアンダーコントロールだけは、これ、やっぱ嘘ではないか、うん、コントロールされてないんじゃないかなといつまって故いなのにうんぬんってところは、ちょっとあれですけど、はい、ただやっぱり、アンダーコントロール、コントロールされてるっていう状況では確かないですよ、ね、ないだろうなという時に、仙台原発の今でございます。